地図を手に入れたところでやん。まあでも意味はあるんか。鼻を動かすとかなんかわけのわからんことができるようになってけんさ。あと4個もあるん。マジか。ってことはここだけじゃなくってこっち側があるんか。はいはい、オッケー。この辺別に特になんもないんか。あ、この上？これは敵ではない。なんかいろいろと全てが敵に見えるね。ここにも敵がいるじゃないか。はいはいはい。あ、それ、その武器をください。くっそ、リザルスピア壊れた。ということは、あとは錆びた両手剣。あ、死んだ、死んだね。あ、ガーディアンナイフゲット。あの上にあるのは宝箱だな。これ多分ね、ビタロックで止める感じある。ちょっと待ってね、その前に、はい、あれ上がれないの、ここ。上がれないのかよ。これ上がれるんやね。上がれんかったわ。じゃあちょっとビタ、違う、ビタロック、はい、ビタロック。止めれんやん、これ。あ、こっちか。あれや、あっこんなんか弾がある。でもこれは多分、あそこに飛び乗らんといかんよね。飛び乗らんかったら多分何もできない。あぶな、降りてきた。あ、ここに繋がっとんや。へえ。あ、なるほど。感心しよる場合じゃないけど。落ちたし。ここアイスメーカーで登れるってことかな。よいしょ。へい、アイスメーカー。ん、どうだ、この辺。はい、これで上がれるか。はっ、あ、今ちょっと手がかかりかけた剣。いけるいける。はいはいはい。ん、上がれてる、これ。はい、上がれた。あ、よし、いけた。うおー、怖っ。で、ここの宝箱を、はい、中身はいいもの。おー、銀ルピー、いいやん。100ルピーゲット。ゲットはいいんやけど、あ、ここの水を止めるってことかな。いや、止めれんか。ちょっと待ってね。ビタロック、はい。ビタロック、この辺には使えんな。この辺なんか上がれないな。どっから行けばいいんかな、これ。ねえ。あ、あれに登っていけるってことか。ということは、この辺、この辺で待っとって、よいしょ。 いけない。いけない。ちょ、待って、この辺で待っとって。あ、これダメージ受けるやつ。ダメージ受けるとこにわざわざ登ってしまった。あー、助けてください。ダメージ受けるとこにわざわざ乗っちゃったわ。普通のところに登ろう。で、ちょっと体力が。体力が少なくなってきた。頑張ります。この辺のでいいかな。剣バナナ、ゴーゴー、あ、ここか。獣肉、はい。これで、あ、あっこなんか。ん？あ、あれは何でもないんか。一瞬宝箱がくっついたのかと思った。はい、これで普通の状態のところに、はい、乗ってく。で、こっちにも行って、はい、こういうことだ。
え、で、こういうことで？あとはどうやればいいの？え、あとはどうやればいいのね。こことか別に。あ、もしかしてこれで。うわ、多分あれで、うん、あれでまたね、あの内側にシュッて入っていけばいいんや。あ、乗れた。ふう、そしてここからだ。そしてここから、ここから多分こっちにほら移ります。ふう、ここまでやっときたよってことだから、これでビタロック、はい、これで、はい、ビタロックを使っての、ここから、はい、こういうことやる。どう、私いけ、どうなったの今。え、何、どうなったの、いまいちどうなったのかよくわからなかったんだけど。これ、あ、これなんか間に宝箱あるよ。え、宝箱よねこれ、違う。これ、これじゃあ、あのマグネキャッチとかで取り、あ、これ木のやつやけん取り出せんのか。ってことはビタロックで、どういう力を加えたらいいんやろこれ、わからん。これを逆向ければ、逆を向けれればそれでいいよね、多分。逆向けれますこれ。なんかどこかしら映れる場所は、あっち側にちょっと映れないの。そう、これをさらに回すとかいうことはできんよね。あ、ちょっと待って、はい、うーん、進まない。え、進まない。この辺とかってさ、壊せるんかな？ちょっと待って。この辺壊したらさ、なんかいい武器が出てくるとかそういうことないんかな？あ、壊れんのや。へぇ。ただただダメージがあるだけってこと？へぇ、最悪やん。ね。こっちさ、映るだけじゃなく何かしらできるんじゃないかなって思うけど、できんのかな。向こう側の仕掛けを動かす何か、先に上の段に行くとか、ま、じゃないとさ、なんか一回ずつクリアしていくわけではないかもしれない。出口ここじゃないか、向こうか。とりあえずちょっと向こう側行ってみようか、先に。敵はいらっしゃる？いらっしゃらない？大丈夫？なんだなんだ？なんか頭吐き出されたんだけど。頭。超頭やってくるやん。何、どうやっていくの。え、死にましたけど。死にましたけど。爆弾？爆弾かな？リトライ。あれを。とりあえずリモコン爆弾に切り替えて。はっ。ダメじゃん。全然ダメなんですけど。あ、違う、間違えた、はい、全然ダメなんですけどね、どういうこと。あ、壊せた、壊せた、やった。あの頭を2つ攻撃しないとダメだったんかな、もしや。あ、ほら、ここの上に出てきた。あとはやっぱりこの上の部分に何か、この上の部分に何かって思ったけど、
これは、あ、でも上から力を加えることができるっていうのは大事なことかな。とりあえずこれでビタロックを。ビタロックをどうすればいいんだ、もうふっ。もうほんとね。え、なんかあっち、あっちもビタロックに反応する。なぜ？どういう仕組みになるんやろ。ちょっと待ってね。とりあえずここはい、止めまして。そしてこのリモコン爆弾を、はい、投げる。そっち。違う。とりあえずこのリモコン爆弾を、はい、投げる。ダメだな。あっこがビタロックに反応するのもちょっと気になったんやけど。ここここ。ここが、ビタロックに反応するのは何？どういうこと？やっぱりこの、リモコン爆弾をここに置いての、はい！とかそういう。開いた！やっぱそういうこと。ちょっと待ってね。ビタロック、ビタロック。これ違うところから行けるようになったら、またなんか、違ったことがあるかもしれない。一瞬そこが開くから。あ。そう、一瞬しか開かんかったんか。これで、この辺に一個置きます。間違えた、間違えた。超間違えた、怖い自分。とりあえず、はい、これをここに置きます。そしてもう一個、こっちをここに置きます。からの、ちょっと離れたところから、ビタロックを使います。止める。そして、はい、これば、あ、おお、両方爆破した。どうよ、これで。これでさ、え、いけん、え、いけない。あれが上がったのは、爆弾の爆風じゃなくって、剣で切りつけたやつってことかな。あ、なるほど、それっぽいね。ということは、ビタロック、はい。で、これでこう。どう？いける？くそー。もうちょっと上に上がればいいんか。ということは、ガーディアンナイフ。え、強めのやつでやった方がいいよね。騎士の剣どうせ壊れそうやけん、これでやろっか。爆弾じゃダメなのね。騎士の剣壊れたこの辺でちょっとザザザザザってやった方が。どう？いけるんじゃない？おっしゃ、通れた。通れたけど閉じ込められたけどね。さあ、どう？シーカーストーン認証。マップの入力を開始。ああ、やった。これでも、ここが最終目的地じゃなかった？あ、とりあえずマップをって言ったんか。最終じゃないね。はい、これでマップが。心中操作、鼻を動かす。心中操作が使えるようになりました。鼻を動かすって。心中のマップを手に入れたのね。うん、手に入れたよ。マップをよく見て。光っている印が、心中バルッタを制御する端末。うん、うん。バルッタを取り戻すためには、あ、やっぱり全部起動させんといかんのや。ってことは、やっぱりその謎は解く必要があるわけね。頑張って。
頑張ってと言われましても、あ、でも真珠の一部をコントロールすることができるようになったけん。え、どうやって？マップ。鼻を動かす。なんこれ、どうやってやるん？あ、これ実行。すげえ、なにあれ。あれで操作したからなんなの？中からぐらい普通に開けれるようにしてくれんかな。止める。はい。中からぐらいさ、普通に開けれるようにしてくれないと。お願い。はい。通して通して。ああ、よかった。よかった。あといっぱいあといっぱいやって。あと一回潰されたら死ぬかなってちょっと一瞬思ったよね。はい。これで。これで、あれ外に出てきた。違う違う、こっちじゃないね。地図を手に入れたところでやん。まあでも意味はあるんか。鼻を動かすとかなんかわけのわからんことができるようになってけんさ。現在の位置、あれか。そして、あの鼻が動いたことによってどうなったんやろ。どれが鼻の部分かがよくわからんけんさ。ね。真珠操作。あ、やっぱここ試練の祠なんや。ここまでやったらどうなるん。はい。動いて動いて。あの鼻、あの鼻を動かしたことによって一体どういう感じになったのかな。でも多分これで鼻の部分にちょっと行きやすくなったやと思うんやけど。多分ね。鼻の部分に行きやすくなったことによってなんか変わったかな。もう一回ちょっと、なになになに？え？何の音今の。ん？あ、動きよる。え、なんか動いてるんですけど、何？あ、水。なるほど。あ、やっぱりマップは必要やったんか。先に必要やったんか。なるほどね。びっくりした。何の音が鳴り出したんかと思ってよ、もう。これで、あっこの、あっこの部分の制御装置を。学校のさ、宝箱もさ、取りたいんやけど、ちょっと開けてくれる？開かない。この扉の中に入りたいんやけど、私。この中におればいいってことかな。まあ、とりあえずここに乗っとけば、乗れねえ。今開いたよね。なんか中めっちゃ罠あるんやけど。ああ。これは？どうやって中に入るんだ？扉はどの部分？こっち側かな？扉。あ、だね。扉あっちだね。これでさ、あれじゃない？ちょうどいい部分に行ったら水を止めろということじゃない？とりあえず、鼻を動かす。このあたりかな。止まった？なに？止まってないんだけど。止まってないし。もうちょい、このあたりかな。このあたりか。ここにじゃあ鼻を。どう？止まった？あ、止まったけどこれ多分、あ、
そっか、あの部分に来た。あれ？ダメだね。もう一回ちょっと開けよう。もう一回ちょっと開けて。もう一回開けるよ。開けて、開いた状態のところで、止めよう。そうすればいいよね。はい、これで開いたでしょう。ということで、これで、はい、この辺りまで下げると。早く早く、止まって止まって。どう？お、止まった。止まったのはいいんだけど、どこから入ればいいんだ、これ。そこからか？そしてこれも取れないですけど。取れねえな。取れねえな、この宝箱。これで一旦あっち側にちょっと飛べるかな。飛べんね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。